こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。ゼミに入ってない場合は、ゼミの内容300文字は何を書けばいいのかの動画を見ました。ゼミには入っていませんだけで終わらずに、学業面で頑張ったことを話そうということでしたが、ゼミのことを聞いているのであって、力を入れた授業のことは聞いてないんだけど、とはなりませんか？こちらに回答していきたいと思います。結論、なりません。学生の皆さんは勘違いをしている方が多いんですが、面接はクイズ大会ではありません。ゼミの活動を教えてくださいとか、サークル活動について聞かせてくださいといった質問をされた際、面接官はゼミのことが知りたい、ゼミ以外のことに興味ないんだよというふうに思っているかといったら、そうではないんですね。あくまでゼミやサークルのことを一つの話題として、あなたの人柄について知りたいというふうに思っているわけです。これはデートに例えると分かりやすいかなというふうに思います。私は旅行が趣味なの。へえ、そうなんだ。俺も旅行好きだよ。え、本当？海外だとどこが好き？海外は行ったことない。え？はい、海外だとどこが好きかというふうに聞かれたので、正直にないというふうに答えました。どうですか？こいつ話す気あんの？っていうふうになりますよね。次を見てみましょう。私は旅行が趣味なの。へえ、俺も旅行好きだよ。え、本当？海外だとどこが好き？海外はちょっと行ったことないんだけど、国内はあちこち行ったよ。あ、そうなんだ。一番良かったのはどこ？岐阜かな。飛騨牛が超うまくてさ、あとモネの池っていうところがあって、はい、明らかにこちらの方が会話が盛り上がっていますよね。そもそも海外でどこが好きでしょうというクイズをやっているわけではなくて、旅行という一つの話題をもとに会話を盛り上げようというのが本来の目的なわけです。面接でも同じで、ゼミやサークルについて聞かれたから、ゼミやサークルに入ってないという事実だけ伝えても会話は盛り上がりませんし、相手からすると、こいつコミュニケーション能力ないな、協調性がないからゼミに入らなかったのかなとなると思います。ですので、聞かれたことについてやっていなかったとして、ゼミには入っていませんが、学業面ではこんなことをやっていましたよとか、サークルには入ってないんですけど趣味でこんなことをやっていましたよといったですね、何かしら自分の人柄を知ってもらえるような質問に近いところに話を持っていくのが自然な会話というものです。面接でうまく答えられないという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。